私弁護士の太田恵子と申します。隣にいるのが、今回現場に来た千野さんです。倉島咲力弁護士、佐藤美智子弁護士もいます。はじめに、私からお配りしております資料ですが、訴状をお配りしております。それから、このセクハラについての説明の資料ですね、それは社会原資料で、その他ハラスメントなど一回の資料を私から先生からお質問申し上げます。訴状に沿って事案の概要を冒頭5分程度でお話ししたいと思います。まず原告女性、千野さんですが、1997年生まれ、演劇の活動を行っている舞台俳優のようですね。で、千野さんは2017年、20歳の時に高校生時代の演出家の性被害を告発をしました。この損害賠償請求を訴訟しました。その時にその仕事の依頼をして知り合ったのが、今回被告となっている馬奈木次太郎弁護士です。示談ですね。交渉をして示談をしました。それで、その時代時代金をきっかけに、演劇、映画、芸能界のセクハラパワハラなくす会というのを立ち上げて活動をしていて、僕はその顧問弁護士という立場で、ずっと原告と関わりがあったということになります。したがって、当初からあくまで依頼を受けた弁護士と依頼者という関係で知り合いましたので、私的な人間関係が先行していたわけではありません。そしてその、業務との関係の中で、一つはですね、大変その演劇界のハラスメントをなくすための活動というのを精力的に行っていました。演劇界の大変有名な劇作家とのご縁があったり、各方面で研修をする等の活動をしてましたので、演劇界からハラスメントをなくすという活動におけるビッグネームの弁護士であるというようなことがあり、そういう前提でのインタビュー記事等の報道も複数あることがご案内かと思います。そうした中で、被告が原告の、体を触るといった加害行為というのが、原告の記憶がある一番古いものでは2019年9月から居酒屋でテーブルの下で足で足を触るといった加害行為が、一番古い記憶があるわけですけれども、これがその後断続的に続きました。そして2021年の10月に、原告が別件ですけれども提訴されるという事態がありまして、その裁判の対応をまた被告に頼むということがきっかけで、裁判の打ち合わせのために会わなくてはいけないという機会が増えたわけですね。そして、打ち合わせの名目で、被告が原告を呼び出す、その機会にセクシュアルハラスメント加害行為が生じるというふうな機会が増えてきました。で、このようなやり取りは原被告間の LINE ですね、膨大な LINE がありますが、それを訴訟として出しておりまして、それを根拠に日にちとも特定をして訴状を切りました。で、同時並行で原告はですね、日記を書いてたんですね。自分だけしか見られない鍵アカウントのツイッターとかですが、そうするとそのライン上では原告が被告に対して配慮して、セクハラ的な発言を冗談めかしてかわすようなことをしているのと同時期に、馬奈木弁護士の下心が見えると気持ち悪くて死んでしまうというふうな日記を書いているというふうなことも起きたりしていたんですね。そして、例えばですね、この12月6日の LINE と日記のコントラストが分かりやすいと思うんですが、11ページをご覧いただけますと、例えば被告が明日の夜は何してる?と LINE で聞いてくると、そして原告が全く今週来週も開かなくて、昼ならもしかしたら明日かもというふうな遠慮な形で夜に会うことを避けようというふうに返信をすると、僕の方から困ったな、若いやんをどうすれば相談したいんだよねというふうに返信するのと、裁判を依頼している立場上を断りづらいような、誘い出し方をすると。で、例えばこの頃に原告は日記で、だるくてキモいとかね、改めて君じゃな、なんもないわと書いているように、その本心をやはりあちらが20歳も年上の、お世話になっている弁護士で、しかも原告が非常にその熱を大事にしている演劇者からハラスメントなくす活動をビッグネームだということから、なかなかその先来なかった。しかしだんだん被告の行為がエスカレートをしてきて、
12月にはキスをされることもあり、12月の年末から3ヶ月にかけては、例えば13ページあたりですけれども、あからさまに性的な誘いであったり、性的なラインというのが増えてきた。それで原告もこう、意を決して、少し強い拒否をするようなこともあったんですが、そうすると16ページあたりですけれども、1月の上旬から13日ぐらいにかけて、こう、独学の怒りを表明するような絵取りがラインであります。そうするとやはり原告も怖くなってしまったり、困ってしまうわけですね。あの機嫌を損ねると演劇の話がなくした時から、村木弁護士が囲まれを立ててないというふうな思いから困って、そしてついにはですね、1月の29日頃ですけれども、はっきりとその性的な性行為を求めるというふうなやり取りが LINE で見ております。これかなり長文引用しましたので、20ページあたりからですね、28、30ページ前後ですね、見ていただくと、原告は何度もセックスはしないでほしいですと押し倒されてくださいと言葉っているんだけれども、もう追い詰めて追い詰めて、そうであればもう自分はそのハラスメント関係の活動も関われないというふうな言い方で追い詰めて応じさせたというようなエドリーが見ております。そして1月31日には意に反する性行為の強要ということにまで至り、そしてそれは当然原告にとってはもう大変な苦痛を伴うものでしたので、その後に意を決してもうこういう感じ、もうこことやめてほしいということを伝えると、2月の5日から2月6日の未明にですね、被告から大変激しい怒りをぶつけるような LINE が来ているというのが34ページ以下です。このような経過で大変ひどい加害行為が複数あるということで、この度の提出に至ったことです。それでは代理人の佐藤からまたお話をさせていただきます。こちらのお配りしたセクハラ関連の圧力に基づいてお話をさせていただきたいと思います。で、本件はこの資料をめくっていただいて、エントラップメント型という記載があるかと思いますけれども、本件は先生的なエントラップメント型の記載をエントラップメントがというふうに記載しています。こういう形というのは最も先生的な不良傾向の発生プロセスであるということになります。で、先ほどのお方もしも申し上げましたけれども、マルさんのステートメントの中では名言がなかった、こちらどもへの配慮かなと思いますけれども、性行為を迫ったよということはね、おっしゃっておられますけれども、性行為が実際ありました、ありました。で、最終的にですね、性行為に至っているわけですけれども、でエントラクトメント型セクシャルハラスメントっていうのがどういうものなのかなということについては、こちら の、 資料をですね見ていただけたらと思いますけれども、上の段にあります日常的な関係性や会話の中で加害者は、自分の権威を高めるような言動、相手を貶めるような言動と上位が関係している、あるいは今回は一番初めにですね、彼女が本当に若年、20歳とかですね、それぐらいの時に、代理人として、マラキさんが疲れて、立ててから始まって、そして実際にその幕使いの顧問をしてもらった、そして今回は副業もご依頼された副代理だったわけですけれども、ご年齢も真奈さんだけで75年生まれかなと思いますけれども、おかみさんは何年ですか？97年です。もう20個以上違うということで、あと先ほど太田さんもおっしゃっていましたが、他の弁護士とご依頼者の関係とやっぱかなり違うなっていうふうに私どもを考えているのは、その真奈子さんが演劇関係者であるということです。で、劇作家紹介のイベントにも登壇するなどなさっていて、著名な演出家や脚本家などとも本人にされている、大変演劇界に最も精通した弁護士としても
過言ではないのではないかと思っています。ご自身で映画プロデューサーなどとしても活動されていて、演劇界におけるハラスメントについてこれまで多数発信なさっています。例えば朝日新聞の記事なんかありましたけれども、これはもう配信停止になっていますが、かなりその演劇界におけるミーチュー、演劇界におけるハラスメントについて、第一人者、権威だったというふうに私としては理解をしています。このように演劇界におけるハラスメント対策、あるいは演劇界そのもののですね、権威的な立場にあった真夏さんだったということ、我々も一弁護士が何かご依頼者との関係でですね、性的な関係があったということについて、もちろん懲戒相当だというふうには考えますが、パーソナルな問題だというふうに考えますけれども、今回はそのような背景があるということはご理解いただきたいと思います。真夏さんの研修を受けたことが演劇界においてですね、座組、この公演のね、座組によって、で、真夏さんがハラスメント研修をするところでね、講師をする、それによってその芝居はきちんとハラスメント対策をしたんだよというような、ある種のお墨付きみたいなね形になっていますし、演劇や映像関係者に、対する、それを対象とする有料でのハラスメント研修の配信なども実際ございました。そういった形で、その真夏さんのハラスメント、演劇界におけるハラスメント、映像界におけるハラスメント、そしての、権威性というのがすごく大きかったというふうに思っています。そして、ご本人さんは、若い、この演劇におけるハラスメントをなくしたいというふうに思っている、活動をしている、でそして真夏さんの協力を得ている、そういうお立場だということをぜひご理解いただきたいなというふうに思っています。そしてですね、そういう上下関係というか、あるいは大変お世話になっている関係であるということを背景として、このエントラップメント型セクシャルハラスメントが生じたということになります。そこにもありますけれども、もともと上下関係にある場合には明確に距離の位置を伝えることをより難しくなる、で継続している人間関係では波風を立てるべきではないという社会規範や、女性は従順さを良くするジェンダー規範が影響していることも想定される。エントラップメントは社会的な力関係を利用され追い込まれる形で起こる。そのため暴力脅迫がなくても、そうした性的関係から極めて逃げづらくなるんだよ。これがエントラップメント型のセクシュアルハラスメントというふうに言われており、本件は大変ど真ん中の最も多い不同意性交の類型であるというふうに理解をしています。そして最終的にはですね、最後の性交渉に及ぶに至ってはですね、やはり具体的にやはり依頼を受けている裁判や会の活動についてもその研究をなさるということになればですね、こちら1ページ目、ご覧いただけたらと思いますが、いわゆる対価型セクハラのど真ん中でもあるよということになろうかと思います。はい、そんなわけでですね、本当に例えば大学教授とかもしっかりかと思うんですけれども、権威のある方が起こしてしまうセクシュアルハラスメント、不同意性交ど真ん中の、ケースなのかなというふうに理解をしています。で、直感体を触られるとかというところから、足をねちょっと触られるというところから徐々に始まってしまうわけですけれども、そちらに裁判例とかね、記載ございますが、これ最高裁の査定裁判所ね、言ったことですけれども、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感を抱きながらも人間関係の悪化を懸念して、抗議とか抵抗が、ね、なかなかできないというのはあることなんだよということですね。あと次のページにご覧いただけたらと思いますが、東京地裁法廷23年大野寺大学事件というふうにありました。やっぱり責任を誘うとかね、なかなか断れない、あるいは実際被害者もしているというような中でですね、なかなかきちんと拒否することが難しいという心理ですね、
この裁判例なんかも書いています。で、下の令和元年6月26日の事件なんかあります見ますと、やはり知らなかったでは済まされない、本人や言いたいことを、まあ、私これは大学通りですけれども、教えずに伝えることができない、そういうことが実はあるんだよということを、やはり理解しなきゃいけないというようなことがございます。で、なので、本件はそういうような、いわゆる、まあ、インプラスメント型のセクハラ、セクハラハラスメントだし、最終的には対価型の説明も実際あったということを、まず申し上げたいと思っています。で、私どもも、これ、真梨さんが、倫理機関において、特に権威を持っていらっしゃる。そして、いろんな、NBT 関係者の方への報酬と、つまり、ある種、真梨さんの報酬を受けたということが、倫理機関によって、発明対策になったんだよということでですね、たくさんの方がご理解されていると思いますし、実際に被害者の方をご紹介多数されている方もおられるのではないかと思うんですね。例えば、委員会によってハラスメントを相談を受けたよ、あ、弁護士さんがいいよということで、真梨さんをなんか紹介なさったという方もおられるかもしれないというふうに思っています。で、今回のことで、確かにステートメント拝見をしても分かるように、真梨さんはおおむねですね、おむねというか事実を否定されているわけでもありませんし、賛成をなさっているということを相談はしていますけれども、例えば、示談という形で、よくわからない、つまびらかにしないままやむやに解決してしまうということになると、委員会、におけるその、行動的な、問題とか、この隠蔽化とか、そういったものの権威性とか、そういったものの、その構造とかハラスメントの問題っていうのが本当に解決されないのかなというところがやっぱり大きいと思いましたので、この今回の、やむない公表ということになるのかというふうに思っております。またですね、私ども弁護士でございます。で、弁護士がご依頼者と性行為をするということはありえないと思っております。アメリカ ABA ですかね、アメリカなんかでは依頼者とセックスするということは、明確に禁じられているというふうに伝えていますけれども、日本においては名分、職務規定、名分規定はないので、そうすると、自由恋愛ならいいんじゃないかとかっていうようなに思ってしまう方もおられるのかもしれませんが、やはりご依頼者と弁護士の間でなかなか自由恋愛というのは、ないだろうというふうに、思っておりますので、そういった観点でもですね、もちろん問題だというふうには思っておりますが、今回やむを得なくて公表ということになったのは、やはり演劇界におけるハラスメントの権威としてのお立場上を影響している、分野とか、対象の方がとても多いんじゃないか。例えば何かの監修で入っているとか、研修で入っているとか、あるいは顧問で入っているとか、そういう、影響が大変大きいのではないかということで、望みない公表ということになっているので、以上。代理の島たちから、まず少し事案のというか、この件の経過の報告をさせていただいた上で、少し一言だけコメントをさせていただきます。まず、真梨氏からですね、先行してコメントが一昨日ですかね、出ております。その経過ですけれども、昨年来から真梨氏は、従前の動画の取材記事などを、削除するとかですね、活動から手を引くことを自発的に取られておりました。それに対して、すでにダーリンで同士での交渉は昨年中からございました。その場において、当方から、ただ単に従前の動画や取材の記事などが削除されるだけでは不十分であり、同時に事態の深刻さを踏まえた経過の報告を真梨氏側からなされるべきであるという意見をお伝えしておりました。それを踏まえて、これ昨年の年末の時点ではもうすでにお伝えしていたことで、それが今回提訴することを事前に
これも当方からも少し提訴を3日付けでするということをお伝えしていたので、それを受けてのコメントであろうと思います。ただコメントの中身については事前にこちらも前日に、すでに当日ですね、当日に今日コメントを出すということまでは伺っておりましたので、知らないまま出たステートメントではない。ただ中身については特に把握はしておりません。で、中身については、これは当方が具体的に何をコメントするべきかを指摘するものではないと、本件の事案に即してハラスメントの専門家としてこう活動してきた彼自身が自分で二次害とも意識しながら、これはコメント出すべきだと、そういう意見を代理人からお伝えしていて、それを受けたコメントがなされたというふうに受けてみております。今回の訴訟の関係で、1000万円が慰謝料、100万円が、弁護士用、一般的な弁護士用の請求額で1100万円になっています。従前の交渉の中で金銭の請求までは双方はまだしておりませんでした。する可能性があることは指摘しつつ、具体的な提示を双方を壊せず、ただ馬奈木氏側からは一定額の金銭の支払いの提案は受けてはおりました。その中で今回こういう金額です。先行してお話しすると、 なぜ1000万なのか1100万なのかということについては、もう本人からもコメントあるかもしれませんが、とてもお金で償いきれる事件ではないというのが大前提のもと、事案の特質に鑑みて、今回この金額にしましたということです。最後一言だけ私の代理人としてのコメント、今日代理になっている3名はいずれもセカラに限らずですが、いわゆる被害者の弁護などをやっている弁護士です。私もいろんないわゆる被害者とされる方の弁護に関わっています。法律家にとりわけ弁護士にその被害者とされる方が来るのはものすごく勇気がいる、大きな勇気を振り絞ってようやくたどり着いた。とりわけご本人の場合は、今回の場合は演劇界というすごく狭い世界で耐える人がなかなかいないという、思わされたのか思って渡されてしまったのか、ちょっとそのあたりはともかく、本当にようやくたどり着いた方にこういう形で裏切られたというのは本当に辛い思いをされたろうと思います。これは本当にあってはいけないことで、弁護士に頼ろうと思う方を本当に裏切ってしまう行為というのは、同じ仕事に就く者としても本当に許しがたい行為だというふうに思います。私からは以上です。篠田と申します。お願いします。これまで何度か会見をいろんな場でさせていただきましたが、自身の性被害の告発や業界の体質改善に向けた会見や取材で何度も顔出しをしてきましたが、今回初めて顔出しをしないことにしました。被害者の顔ばかり報道されるのがちょっと嫌というか、 なぜ被害者の顔ばかり報道されるのかとずっと疑問に思っていたのを自分の中でも許していたので、変わるべきではないだろうかと思い、顔出しをしないことにしました。それ考えてみれば当たり前のことが慣習的にこう問題ないことになっているのではないでしょうか。マナ医師のステートメントが先に出たこともありますが、本当に世間に認知されるべきは加害者の顔だと思っていて、ツイッターこの前あったので、ステートメントが出た段階でたくさんいろんなリンクからたまに出たと思うんですけど、あれが本来あるべき報道の仕方ではないかなというふうに思っています。何のために告発したんだと私にこう思うかもしれないんですけれども、社会のために刑の厳罰化を求めるためです。というのも、今回は民事なのであれなんですけど、いずれあったらいいなと思っています。で、第二東京弁護士会に懲戒請求を立てているところです。で、どういう結果になるかはこう分かりませんが、私自身としては馬奈木氏の除名や生涯弁護士として活動しないということを求めたいと思っております。で、演劇界ではですね、私は演劇界のセクハラパワハラなくす会というのをやってるんですけれども、演劇界では昨年ある男性俳優ですねが自死を遂げました。ほぼ時を同じくして女性俳優もレイプや複合的な要因によってですが自死しています。その男性俳優の自死とハラスメントについての因果関係は証明されてないんですけれども、そのことは誰も知らないと思っております。で、実際に業界でも全然出てきません。で、けどこう演劇界には暴力とレイプというものが蔓延しています。で、そんな業界だからこそ、
馬奈木氏が私への加害から1年間の間ハラスメント講習を実行することができたのだと思っています。全員がハラスメントに疎い業界です。で、文化庁や行政など公的な補助金が出ている多くの劇団が馬奈木氏のハラスメント講習をお墨付きにして講演を打っています。ハラスメントが人権の問題だと分からずにジェンダーアップデートを業界全体が言わまでに拒むこと、レイプしやすい土壌を確保することが今回の馬奈木氏を採用し続けたということも1年間あるのかなというふうに思っております。で、演劇界は最低最悪の業界です。もし演劇を志す子どもたちに若者に一言、よく取材で言われるんですね。もし演劇界にこれから入る人がいたらどういうふうに一言言いますかって言われて、もう演劇と名の付くものから逃げて絶対に一生かかるのをやめなさいと言います。レイプは人の人生を壊すというのはよく言われますか。魂の殺人などレイプを受けた人間というのは世界に対する信頼度がガクンと下がります。それはその人の人生を変える、死に緩やかに死に向かっていくということと全く同じです。それがレイプされてすぐ死ぬのか10年後に死ぬのかということでしか変わらないと思っています。でですね、その司法の下でどう彼が裁かれるのか、正しい判決が出て初めてレイプ被害者は前向きに生きていくことができるのだと思います。ただ前向きに生きていけるかどうかは人次第ですが、その初めてスタートラインに立てるのかなというふうに思っております。で、文化庁や行政に演劇からたくさんの公金が支払われていますから、馬奈木氏が関与した企業や芸術団体に対して公金を財源として支払われた補助金の返金や打ち切りなど何らかの措置を求めたいと思っております。また、公金を財源としながら演劇界は援護採用と賃金未払いが向上化していて、復興を名目に児童の公教育に関与しながらレイプによって従事者の自殺が多発しています。で、演劇界の内情について何が起きているのか詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、10年演劇やったんですけど、ものすごい無意味な業界だったので見てきたことをお話ししますのでご連絡ください。で、馬奈木氏に求めることは冒頭にも言いましたが、生涯弁護士として活動しないということを求めたいと思います。私は悲しんでいるとかはありません。非常に怒っています。以上です。すみません、以前不公平が不同意成功を伴うと、最終的に不同意成功があるということについてはですね、先ほど申し上げた通りなんですけれども、それがいわゆるその強制性交渉罪に当たるとかそういう意味でのその競技のレイプであるというふうなことを私ども申し上げているつもりはないので、そこはちょっとお気をつけいただきたいなと思っています。馬奈木さんの名誉のために補助のですね、29ページぐらいからですね、最終的にご本人さんが性交渉を受け入れるような形に、ならざるを得なくなって、やり取りが LINE 上でですね記載されておりまして、そういったことで最終的に、石野さんは広い意味での了解をした上でですね、ホテルに、とは言っても実際にはないんじゃないかとかいろいろ葛藤なりませんになりながら、彼と会ったわけですね。で、弁護士だって実際にはそういうことないんじゃないかとか、あるいはとはいっても1回、応じれば1回だけ我慢すればいいのかとかね、いろんなことを考えながら、当時行って、で最終的に、31ページのところはありますけれども、30ページから31ページのところありますけれども、で、ホテルに入ってキスを、エレベーターにされてお部屋に入って、セックスに至るということになるので、その、いわゆる強制性交犯罪とであるというふうには私どももちろん思ってはおりませんので、そこはレイプをしたみたいな行動は厳に控えていただきたいと思います。大きな意味ではね、先ほど篠さん申し上げた通りだと思っていますけれども、そこは馬奈木さんの名誉ございますので、そこは厳重に注意していただきたいと。ご本人の不本意な
本にとって不本意な性交渉に、まあ、至らざるを得なくなったという点においてですね、問題であると、ハラスメントであるというふうに理解しておりますので、そこは超絶注意していただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。一件だけの今ので、刑事告訴は今のところしておりません。すみません、フリーランスの牧口と申します。まず島崎さんが最初にご説明された経緯のところなんですけれども、この3月1日に加害者側が謝罪文みたいなものをアップされましたが、もともと原告側がそれを本人からの説明を求めてたという理解で、それはでも昨年のことなんですか。27でしたっけ、あれ、まあ、年末に、はい、代理人同士、真鍋弁護士の代理人の弁護士と、日野さんの代理の弁護士である我々が面談をしたときにですね、すでに動画などを一部、講演を断るとかされていたので、まあ、その理由として、先ほど、ここで読み上げた、ただいきなりこう削除などでは不十分であって、事態の深刻さを踏まえた経過の報告をコメントし、公表した上で出されるべきだと、対外的な数を提出するならば、そんなことは申し上げました。それを踏まえた今回の提出です。そこから前2ヶ月ぐらい経って、この記者会見が行われる直前のタイミングでの発表、向こう側の発表になったんですけども、その点についてはどのようにですか。これは特に、あ、そうなんです。外から見ていると、こう記者会見されようとしているのが分かって、そのショックを和らげるためにですね、ご自身から説明になったのかな。さっき内側の感覚なので、うん、それは、それはまあ、私コメントで、それは真鍋さんでご判断されたんだと思いますし、私どもでこれを批判するとか、そういう特には私は少なくとも警告ご本人はそうです、はい、要するに記者会見で社会に出るはずだったニュースだと思うんですけれども、そこはあんまり違和感はないですか、その追加新聞。ほとんど見てません。多分開いても不愉快かなと思ったので。あと LINE のすごく具体的なやり取りは、なんていうか、それをベタベタベタっとね、はみ出なかったと、なかなかまあでも、ご判断も。もちろん、証拠になるということで、LINE を、訴状に載せることを、代理人の皆さんと話して承諾しましたが、悪意ある使われ方がしなければ、基本的には、良識の範囲内で、お願いいたします。ごめんなさい、失礼です。私が懸念しているのは、これ、やっぱり被害者の方が、言語的な、あるいはその相手に調子を合わせるような返信ってするんですよ。これもそういうもんだから。ね、それを切り取って、あたかも、なんか同意してたじゃないかみたいな、こういう使われ方ってのはすごく危険だと思うんですよ。不当だし危険だと思ってるんです。だから私個人としては、これは全体の流れをご理解いただくために、LINE がつけている、証拠としてつけているけれども、これをじゃあ、一野さんの一言を切り取って、こんなこと言ってんじゃないかみたいなね、まあ、私、そんなのないと思うけど、でもやっぱそういうふうに捉えられかねないものってありますでしょ。そういうものを切り取って、部分的にね、で、一野さんを貶めるような使い方をされるわけではとても不本意なので、これはそういうものなんだ、そういう答え方をしてしまう。それがこの行動なので、それをきちんとご理解いただいた上で、行動いただくということを私は求めます。以上です。私もハラスメントをなくす会がありますから、こうハラスメントについて勉強はしますけれども、基本的にこうこの行動を見た被害者の人も、もちろん自分自身もですけど、まあ、被害者の皆さんに思うのは、全部させられたことで、被害じゃなくて加害に基本的に焦点を合わせてほしいなというふうに思っています。それは当事者もそうだし、行動する人間も、周りにいる告発を支える人間もそうで、なんでこんなことやったの、なんであんなことそんなこと言っちゃったのじゃなくて、そういうことを言わされた環境と人間によって、させられたっていうことだと思って、
全部の LINE、今回の訴状について使っていただけたらなというふうに思います。フライデーの片山と申します。昨年2月に解任、マナキ弁護士を解任した後ですね、直接の接触はあったのかというところまで聞いています。ないです。で、提訴に踏み切ったのはいつ頃、もう自分の中で決めたのかしようという、うん、2月上旬とか、もう解任届を出した時には決めてました。でも解任を受けたりはいろいろ流れを考えて迷っていました。そうですね、提訴はいずれはしようと考えで、相談ながらやってる。2月って言うんですよ、昨年って言うと。昨年だからもうその前回にその下時に、あ、もう、まあ、いずれできるタイミングで提訴したいなというふうに思っていて、でそれで調整していただいたって感じです。その後、まなき氏から直接の謝罪があったんですか。当事者に対しての直接というのはなくて、昨年の12月に、弁護士さんに、東京弁護士さんに対して仲介の請求をして、それで初めて木野さんのお考えとかですね、発言がしてしまったことについてこういうふうに言われてまいたことを知ったという流れかと思います。でその後にさっき言いましたけども、受け取る側にも残念なりの契約で、私どもにも、まあ、接触があったという感じになります。先ほどの11月です。懲戒請求は11月です。例えば懲戒請求までの間に、マナギ氏側から直接のアクションというのはございませんでした。で、代理人としての謝罪はありました。その後に。今日現在も直接はない。代理人が入ってますので、当然それはできない。先ほどのお話の中で、和解の、まあ、お金払うような、話もね、それはどちらから出した、向こうの代理人から出た。マナギ氏側から金銭の提案がありました。どこから特に提案というか金額について具体的な話はしておりませんが、先方から、まあ、一定の金額の支払いを提案はすでにございました。まあ、その上で今回提訴を至っているということになります。内田さん、先ほど気持ちとして、辛い、大変辛いお気持ちを経験されたと思うんですけど、辛くないです、怒ってる、ごめんなさい、怒ってる非常に怒ってるというお話されたと思うんですが、うん、まあ、改めて直接、もう一度お気持ちというのを聞かせていただきたいんですが、いや、怒ってる、怒ってる、一生弁護士として仕事してほしくないなって、ずっとこの1年、今日会見に来るまで、ずっとさっきそこのドアの前までずっと思ってました。で、今日別に会見をしたからといって私の体調不良だったり本当に私が言った通りにこれから処分が下るのかっていうのは分からないわけですから、もう本当に一生をかけて弁護士として仕事してほしくないというふうに怒っています。以上です。ありがとうございます。じゃあよろしいですか。すみません、どんだけにお聞きしたいんですけど、肩書きと指名、読売テレビの木村と申しますが、マナキさんとお食事をするときっていうのは常に2人だったわけですか。ですね、2人なこともあれば大人数なこともあって、その基本的に場所っていうのは演劇は割と見に行った後に演者と、あと、まあ、権勾配のある人間、演出家、プロデューサーと、あと、まあ、その人たちが気に入ってる女の子、そして、まあ、マナギ氏のような、ビッグネームだったりをお呼びして、公演の後にお食事をすることがあるので、まあ、そういうところ、時が、まあ、最初のうちは占めてましたね。で、気がつくとだんだんこう、二人、まあ、回数が多くなっていったりするっていう形でした。なので、両方とも半々くらいですね。後半はほとんど二人が多かったということですか。まあ、どっちもありました。感激、訴状に書いたんですけど、月に8回あった時もあったので、合わされてた時もあったので、まあ、舞台見に行く時もあれば、そうじゃない時も呼び出された時もあっていて、別に身体接触がなかろうと、上司に呼ばれていく飲み会だな、みたいな気持ちはありますよ。うん。なので、まあ、会社勤めの方だったら分かると思うんですけど、別に行きたくもなければ、まあ、しぶしぶ行くかって時ももちろんあります。そんな感じでした。うん。TBS の古谷と申しますけれども、先ほど弁護士の方はエンタラクトハラスメントのど真ん中とおっしゃってたんですけど、津田さんご本人で見て、
真木さん、どういった点が一番抗いづらいというか、どういったところがそういう、どういった属性というか、真木さん、どういったところが本当に抗いづらかったですか。私とこう真木氏の属性というよりは、その環境で、環境の立場が一番と思います。年が離れていること、演劇界でビッグネームというか権威を持っていたこと、私は上昇欲求を持っていたこと、あの演劇界で売れたい、絶対に売れたい当時思ってた。で、それを利用された、っていうのが、私利用してやろうと思ったんだろうなっていうふうに思ってます。まあ、これは勝手な試験ですけど、そういうふうに思ったんだろうなっていうのを分析として今思ってますけど、やっぱり年の差と権威勾配がすごい強いんじゃないですかね。すみません、フリーランスの岩崎と申します。このような例って多分に漏れず他にも同じような被害者がいるんじゃないかと思われるんですが、そういう方たちで声を上げられない人ともいると思うんですけれども、そういう方たちに向けて例えばあの皆さんの弁護団に相談するようなその、まあ、窓口というかそういうご準備というようなものがありますでしょうか。そうですね、その多分そもそもエントラプメント型ハラスメントやグルーミングっていうのは自覚しづらいっていうのが一番のバナーってか落とし穴としてあるので、あまりその相談の内容としても来ないんですけど、あの基本的には演劇業界の話だったらなくす会私のところまでご連絡いただければあの適切な対応をするのであのご連絡くださればと思います。演劇映画芸能界のセクハラパワハラをなくす会です。はい、これで会見終わらせていただきたいので、ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございます。